今回はですね、ビーボの X90 シリーズが発表になりましたので、その情報をね、紹介をしていきたいと思います。えっ、ー、と、今回ね、発表されたのはビーボの X90 ということで、まあ、カメラ性能を売りにした非常に人気のシリーズなんですけれども、私もですね、ここのところずっと買ってますね。60、70、80と購入していますけれども、今回発表されたのはその90の無印とプロとプロプラスですね。 前の X80 はプラスがなかったんですね、えー。プロ止まりだったんですけれども、今回はプロプラスまで出てきたというところです。で、まあ、たいデザイン的にはね、最近その X80 も丸いカメラカメラユニットのね、デザインだったんですけども、まあ、これも同じような感じですね。で背面はちょっとこういう皮っぽいね、感じになっていますで。今までオレンジ色のね、端末が結構その象徴的だったんですけれども、 今回はこの赤いやつですね。赤いのが結構売りなんじゃないかなと思います。まあ赤でも黒でも両方ともかっこいいですね。それでは早速スペック見ていきましょう。それではまずディスプレイですね。ディスプレイはアサムスンのアモレットディスプレイです。二 k の E6 スーパーセンシングアイプロテクションスクリーンということで、まあ非常にね、美しいディスプレイということですね。で、l t p 点4 0連続可変速度技術ということで、まあこれはですね、以前からあります まあなんかそのね、状況に応じて、リフレッシュレートなんかを変更する機能だと思うんですけれども、まあそういったものに対応していますよということです。まあ E6 ディスプレイっていうのがね、まあ結構新しいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、2K の E6 ですね。517ppi ということで、軌、え、道、ー、は1802とですね、あと1 2 0 0ルツのタッチサンプリングレート、瞬時タッチサンプリングレートということで、まあこの辺は本当にフラッグシップモデルということで間違いなさそうですね。 でこれは以前からもそうだったと思うんですけれども、IP68 の、ね、防水防塵に対応しています。でこの b ーボの o、ね、X シリーズはやはりカメラ性能を売りにしています。で今回の目玉はメインカメラですね、IMX9891 インチセンサーを搭載しています。F 値は1.75で、OIS 光学式手ブレ補正を搭載していて、まあ、これも以前からですけれども、まあサイズのねコーティングがしてあるということで、 いよいよカメラもね、もともと最強だったんですけど、さらに最強になりましたね。で、あとは2倍ですね、約2倍って言いますかね、えー、っと、50mm の固定焦点マスターカメラということで、これはポートレート用のカメラですね。F 値が1.6、5000万画素で IMX758 OIS 搭載ということです。で、以前からね、この2倍ぐらいの、2倍相当のポートレート用のカメラって、このビームの X シリーズ搭載してるんですけど、結構これがね、 いいんですよね。よく使うんですよね。結構やっぱり少し望遠にした方がすっきりするしで、なんか柔らかいようで結構キリッと映るって言いますかね。うまく背景もぼけつつ、なんかキリッと映るっていう感じで、非常に綺麗にあの美しく感じるね写真が撮れるんですよ。だからこのねカメラ、またこれもパワーアップしたということですけども、まあ、この辺も非常に楽しみです。であと広角カメラが4800万画素で114度ということですね。これには OIS は搭載していないということでしょう。で、望遠はですね、90mm。これなんか3.5倍ということですけれども、まあ最初にね、えー、発表される前に結構リーク情報出てましたけど、大体その通りだったということでしょうかね。で、これは OIS ですね。光学式の手ブレ補正を搭載していて、6400万ガスということです。ただこれって確かセンサーサイズが、まあまあ大きいっていうかね、まあ今までビーボ o のその望遠カメラって結構しょぼいセンサーを搭載していて、 あ、ビーブは望遠が弱いよねっていう話はよく出てたんですけども、まあ、今回は少しセンサーサイズが改善されたということで、まあ、全体的にはね、まあ、1インチを搭載したり、なんか世界初の MX758 を搭載したり、えー、望遠カメラのセンサーも若干良くなったということで、えー、すごくカメラはね、良くなったんじゃないかなと思います。ただ、気になるのはジンバルがなくなったっていうことなんですかね。今までこの X シリーズはジンバルカメラをね、搭載しているっていうのはすごく売りだったんですけれども、 ここには特に表記がないのでなくなったんでしょうね。で、あとはレーザーオートフォーカスに対応していますということです。で、これもですね、ビーボのね、い、e、い端末には結構搭載された X シリーズだけなのかなえっ、ー、と、V1 チップっていうのをね、えー、自社開発の、まあ、なんか画像処理のチップをね、搭載していたんですけれども、まあ、今回はまた新世代の新しい V2 チップですね。 こちらを搭載しているということで、まあ、この辺もねレンズとかセンサーだけではなくて、そういったね専用の、ね、画像チップまで搭載して、より綺麗なね写真を撮るということで、まあ、この辺は本当に抜かりがないですね、最強カメラですね。4K のスーパーセンシングということで、極端な夜の環境でも暗い場所を正確に捉え、人間の目では見えない美しい写真を簡単に記録できますと。 いうことで、もともとビーボの、ね、カメラって、私もピクセルシリーズなんかと比較してますけど、やはりその暗いところではかなり強いんですよね。まあ、この辺は今回も間違いなく強そうですね。で、夜景の動画ですね。V2 チップと1日センサーを合わせて、まあ、非常に綺麗なね夜景動画が撮れますよということで、まあ、とても夜景とは思いような、ね、思えないような非常に綺麗な動画が、ね、ここに出てますけれども、まあこれも楽しみですね。 で、これがさっき見た望遠カメラですね。ポートレート用のカメラと望遠カメラ、デュアルフォーカル、ポートレートレンズということで、まあ、いわゆるポートレートですよね。えー、少し望遠するっていう感じで、やっぱりスッキリ撮影できるというものになっています。さすがポートレート撮影プロということで、90mm の中望遠レンズが搭載されていますということで、だから望遠といってもその中望遠ですね。前は今までこう5倍とかっていうのを搭載してましたけど、今回3.5ということで、 まあどっちかっていうと、その遠いものを映すというよりは、結構少し離れたところから人物をやっぱりすっきりと撮影すると。まあ、そういった使い方になろうかなと思いますけど、ただ先ほど言った通り、このポートレート用のね、2倍のカメラとか、まあ、今回3.5っていうことなんですけど、こういうのって本当に人を撮影するときによく使うんで、結構これはいいんじゃないかなと思います。まあ、やたらですね、あの望遠伸ばしても最終的にはやっぱりデジタルズームみたいな感じになっちゃうし、 それだったらこの辺のね、ところを充実させるっていうのは、個人的には楽しみですね。で、こちらの2倍ですね。ゴールデンポートレートということで、サイスフレアポートレートということで、これもなんかね、こうフレアを出して、なんとなくこう柔らかい感じにも見えるし、これもね、素敵ですね。で、今回は一応100倍ズームということですね。まあもちろんデジタルズームになりますけれども、まあ一応これが1倍ということですね。で、これが5倍。 で、これが20倍。で、これが60倍。まあ、さすがに画像は荒れてますけどね。100倍ということで、デジタル100倍ということです。まあ、ちょっとね、あの、美しい写真を撮るという感じではないんですけども、まあ、ただ、その記録としては十分残せるかなというところがありますね60倍とかでもね、まあ、形をね、あの捉えたりとか、形を記録したりっていう部分ではまあ使えるかなと思います。 で今までもですね、このサイスのね、ナチュラルカラーっていうのありましたけれども、まあそれとね、まあビビットカラー、これだけ色が違いますよという感じです。まあ両方とももちろん綺麗なんですけれども、まあちょっと派手めが良ければビビットカラーだし、まあね、あの落ち着いた感じが良ければ、まあツイスのナチュラルカラーってすごく綺麗に撮れますんで、まあこの辺はですね、まあ今まで通りといいますかね、今までもまあ似たような機能を搭載していましたけれども、まあ非常に良さそうですよね。 で今回はね、冷却性能もかなり強化されているということで、ツインアイスフィールドクーリングということで、氷河期が始まっちゃうらしいですから、まあ、かなり冷え冷えになるということですね。やっぱりね、性能が高いスマートフォン、どうしても熱が出ますけれども、まあ、この辺もしっかりと対策がされているということでしょう。 充電の方は80ワットですね。有線で80ワット、無線で50ワットの急速充電に対応しています。まあ今もっと早いものがね、出ていますし、確か下のモデルはもう少し早かったのかな。えー、まあそれでも80であればもう十分ですし、まあワイヤスで50っていうのも全くね、問題ないと思いますので、まあこの辺は、えー、まあ最強ではないけれども十分だと思います。あとは指紋認証センサーですね。超音波指紋ということで、ロック解除速度は0.2秒と早く、指紋は 高度支払い健康コードのスキャンを素早く開始でき、2本の指でプライベートスペースに入ることができますと。えっ、ー、と今、ざーっと説明してきましたけれども、説明してないところ、一応2色展開です。重量は 221g、まあ、軽くはないですね。で一応2つモデルがありますね。1 2 g の2ゴルと1 2 g の 512GB ということですで。CPU ね、さっき言わなかったんですが、砂ドラ 8Gen2 で、えー、こちらも最強 SOC を搭載しています。 あと、バンドですね。やはり日本のユーザーからすると、バンドがどうなっているのかと言いますと、バンド18、バンド19対応していますね。バンド26、バンド28にも対応しています。当然、バンド8、バンド3、バンド1に対応してますので、まあ、4G はね、しっかりと対応しています。で、5G も77、78、あと79ですね。79対応している端末は少ないので、まあ、ここにもね、しっかりと対応しているということで、バンド構成も、 ま、しっかりと日本で使えるバンドになってますね。それでは、このめちゃくちゃ精度が高いね、魅力あふれるカメラを搭載した最強スマートフォンがおいくらかと言いますと、まあ、これ、ジンドンですけどね。まあ、だからこの値段で買えるかどうかわかりませんが、あ一応、ん ?6499 元っていうんですかね。えー、日本円で12万8443円です。めちゃくちゃ安いと思いますね。ね。 この性能でこの価格は全然高くないし、むしろ安いじゃんっていう感じですよね。まあ、ただ日本で、日本から買うとね、この価格で買えるかどうかっていうのはちょっとわからないですね。で、ジンドンって今日本に、あのー、送ってくれるんですかね。まあ、一時期ね、ビーボの端末はご存知の通り、まあ、日本からなかなか買いづらいというか、ジンドンが送ってくれなくなってしまって、ちょっとね、手に入りにくい状態があったんですけれども、 これって今、世界中で利用可能。まあ今、これ日本になってますけど、ちょっとわかんないですね。まあ人丼で買えれば、まあ安く、この価格プラス、まあちょっと送料プラス、あと税金がかかりますけど、まあそれでも、まあ十分ね、このスペックなら、個人的にはね、私は安いなと思うんですけれども、 ただ、ジンドンがもし送ってくれないってことになると、まあ、アリエクスプレスとか、まあ、ギズトップとかね、その辺で買うっていうことになると思います。まあ、もちろん他のところでも売ってると思いますけど、まだから手に入らない、入らないと言いながらも、まあ、実際は送ってくれるところがあるので、まあ、買えないことはないと思うんですけれども、ただ、その価格がね、まあ、どうしても少し上乗せされるでしょうから、まあ、そういった部分で、まあ、12万8千円だったら安いけれども、 まあ実際どのぐらいの、ね、価格をつけて、まあ、アリエクスプレスなんかで販売をするのかなというところが、まあ、ちょっと気になるところです。ちなみにジンドンでは11月の、今一応予約を受け付けてるんですかね。ただ実際の販売は11月の28日の10時から先行発売開始ということですので、 あもし欲しい方は一度ジンドンをチェックした方がいいのかな。もともと送ってくれないんじゃチェックする意味もないんですけど、ちょっとわからないんですが、私が X80 を買ったときはまだ送ってくれなかったですね。その辺が、ね、改善されていれば、まあ、とりあえずジンドンで購入するのがまあ安いし、早く着くんじゃないかなと思います。で私は、ね、X70 プロプラスはジンドンで買ったと思います。X80 プロはジンドンが送ってくれなかったんで、ギズトップで確か買ったんですね。 えっと、一応、ギズトップにも商品ページができています。で、11月28日より先行予約受け付けますということなんで、まあ、おそらくギズトップでも、まあ、購入はできる。まあ、予約はできるんじゃないかなと思います。ただ、価格が出てないんですよね。ただね、最初の日に見たときね、確か999ドルって出てたような気がするんですよ。だ999ドルだと14万、15万ぐらいかな。14万5000円とか、それぐらいかなと思いますんで、 まあもしかしたら結構リアルなところで、そのぐらいで、でも14分後すれば結構安いかな。ちょっとわかんないけど、ただちらっとね、私があのチェックした時、確か999ドルって出てたような気がすぎますけど、ここに価格出てないですよね。もしかしたらそのぐらいの価格で売ってくれたら、まあまあ悪くないのかなと思っちゃいますけどね。で、こちらはアリーエクスプレスのページですね。アリーエクスプレスでも2、3個あるのかな。まあ探し方もあると思いますけれども、 えー、また今後ね、まあ、時間が経てばあ、いろんなショップが出してくると思いますんで、まあ、アリエクスプレスでも、まあ、買うことはできるんじゃないかなと思います。ただ、価格16万になってますね。ちょっとこれぐらいになるとね、まあ、あの、性能を考えればそれでもいいのかなと思っちゃいますけど、ただ、12万8000円でジ、あのジンドンで売ってるのを見ちゃうと、ちょっと上乗せがあきついなというところもあるので、えー、まあ、価格次第かなというところですね。 まあ個人的には人道の12万8千円プラス送料プラスまあ税金ぐらいだったらもう全然買いたいなっていう感じですね。ただ16万っていうとねまあこれはまあ送料はもちろん込みだし、えー、アリエクスレスの場合ねほとんど税金はかからないケースが多いのでまあ込み込み16万っていうことだとどうだろうな <laughs> まあ微妙だなやっぱり価格知らなければこれでも安いと思っちゃうけど価格をね12万8千円っていうのを知っちゃってると ちょっとやっぱりね、<laughs> 厳しいかなと思いますけど。でもスペック的に見れば、そんなに高、あの、別にめちゃくちゃ高いっていうことはないですよね。iPhone14 なんとかあかんとかっていうのだって14万ぐらいしますよね。まあ、あれに比べたら、やっぱり、あの、いろんなね、カメラ性能の部分とか見ても、まあ、十分ですね、価格的なメリットも16万でも、まあ、悪くはないんじゃないかなと、ちょっと思っちゃいますね。ということで今日はですね、b i b o の X90 シリーズが発表になりましたので、 えー、プロプラスですね。一番上位モデルだけを紹介させていただきました。まあ、個人的にはですね、まあ、どの端末を買ってもそこそこな値段になりますので、まあ、そこまで行くんだったらやっぱりね、えー、最強のね、スマートフォンを買った方がいいんじゃないかなということで、私は買うんだったらやっぱりプロプラス。えー、一番上位モデルがおすすめですね。で、やっぱりカメラの違いとかですね。あと SOC が違うんですよね。で、まあ、よく言われてます。まあ、都市伝説かもしれませんけれども、やっぱり写真は、 クアルコムって言いますかね。スナドラの方が綺麗に映るというふうに、まあ本当か嘘かわかんないですけど、言ってる方が結構いらっしゃるので、その辺も含めて、やっぱりこの端末ってカメラ性能を売りにしていて、まあ、そのカメラ性能に興味を持って買う人が多いのかなと思いますんで、そういった部分でやっぱり、えー、スナドラ8、チェン2ですかね。えー、そちらの SOC を搭載した最上位モデルで。さらにこれ望遠カメラね。3.5倍の望遠カメラもついてるということなので、 まあ、これがいいんじゃないかなと思います。まあ、ジンドンで12万8千円プラス、まあ、プラスアルファっていう価格ですけれども、その価格だったら十分ね、性能を考えても安いと思います。ちょっと安すぎるんじゃないかなっていう価格設定ですけど、えー、結構ね、ジンドンで買えるんだったら買う人も多いんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。